おはようございます。おはようございます。今日は久しぶりに外で撮影ですね。はい、そうですね。で、今日はですね、千葉県は南房総市に鎮座しております高部神社様にやってまいりました。この高部神社のご祭神は岩がむすがりの御事といいまして、日本で唯一料理の神様が祀られている非常に珍しい神社です。そうですね。少しね、小高い丘の上に神社がありましてね、でこちらから見える景色もすごくいいですし、本殿もね、貝吹き屋根で趣があってね、まあ、皆さんもぜひ一度は参拝していただけたらと思います。で、今日はですね、こちらで風水五行法という開運法についてお話ししていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。風水五行法ってね、このような神社に来て大きなパワーがいただける開運法なんですね。お寺でも構いません。はい。で、まあ、せっかく皆さん神社やお寺お参り行くと思うんですけど、はい、ただお参りして帰るだけじゃ非常にもったいないです。うん、そうですね。はい、この風水五行法をやることで大きなパワーがいただける開運法なんで、ぜひ皆さん試してみてください。風水五行法とはどのような開運法かというと、五行のエネルギーを効率よく吸収する開運法です。五行とは、この世の万物のすべては木火土金水の5つの要素から構成されているという考えです。この5つの要素を効果的に取り入れることで運気を大きく上げることができるんですね。まずは木火土金水の木のエネルギーを取り入れる方法であります木気法から説明していきましょう。木のエネルギーを取り入れるにはどのようにすればよろしいでしょうか。神社仏閣にいますと、こういった御神木、御霊木があります。その木に触れるということで木のエネルギーを吸収するということができます。御神木って建物であるところ多いですよね。はい、そうですね。ただここの高部神社さんは御神木って札がないんですね。はい、はい。そういう時はこの神社に生えている木すべて御神木になりますので、はいはい、自分が気に入った木に、触っていただければ大丈夫です。はい、自分がいいと思った木でいいんですね。あ、そうです。はい、自分がいいと思った木は神様が呼んでくれてますので、あ、はい、はい、その木に触れてください。はい、ちなみに御神木と書かれている木には触れた方がいいんですよ。あ、もちろんです。当然その木は樹齢何百年であったり、その神社で大事にされている木ですので、はいはい、その木に触れることはもうお勧めします。はい、まあ、すごいエネルギーがありそうですからね、はい、ぜひ触れていただければと思いますね。はい、ただ柵があったりとかね、まあ、立ち入り禁止ってなっているところにはやっぱり入っちゃダメですよね。もちろんそれはもう神様が嫌う行為なので、うん、もうマナー違反になります。もう自分の運気も下げてしまいますので、はい、絶対にやめてください。はい、ではこのようないい木が見つかりましたら、まず御神木に触れます。はい、でここで軽く目を閉じていただいて、はい、大地から流れてくる木ですね、この、はい、木のエネルギーを体で感じ取ってください。はいはい、これで十分に木のエネルギーをいただくことができます。はい、大体何秒ぐらい触れてればいいですか。そうですね、15秒ぐらいあれば十分です。以前言いましたよね、あの30分ぐらい御神木の前に座って触れてる方。ありましたですね。はい、あの時私たち触れませんでしたね。はい、あの自分だけが良ければいいではなくてですね、はい、いろんな方がこの御神木に触れたいっていう思いがありますので、はい、人に迷惑かけないで、やっていただければと思います。はい、周りの方への、ね、心遣いっていうのも大事にした方がいいですよね。はいはい、あと御神木に触れる以外に、あの木のエネルギーをいただく方法ってありますでしょうか。はい、一つは神社に行きますと絵馬がありますね。はい、その絵馬に願い事を書いて奉納していただくという方法があります。はい、もう一つは、はい、境内に小枝が落ちております。はいはい、こういう小枝を拾っていただいて、しっかり手に握っていただいて願いを込めて、はい、お焚き上げ箱に入れてください。はい、まあ、お焚き上げ箱というと、あの古いお札ですとかお守りをお返しするところですね。そうですね、そちらの方にお出しいただくという形でいいと思います。はい、それで十分です。はい、一点注意していただきたいんですけども、小枝を拾う場所ですが、はい、参道とか人が歩いているような場所では拾わないでください。はい、はい、人が歩いていない場所を探して、そしてこの小枝を探してください。はい、それには何か理由があるんでしょうか。踏まれちゃってるかもしれないですよね。あ、そうですね、確かに人に踏まれてるとあんまり気持ちのいいものではない。そういうことです。はい、はい、ですから踏まれていないところを探して、拾ってください。あと枝を折ったりですとか木の皮を剥いだりっていうことはダメですよね。はい、マナー違反ですね。うん、木の皮を折ったりすると神様が怒りますので、はい、やめてください。ではこの目標を行うことで得られる御利益は何でしょうか。木はどんどん大きくなることから成長を意味します。
また木の生命力をいただくことができますので、事業や自己の成長、健康運増大というご利益が期待できますね。それでは次に火のエネルギーを取り入れる方法であります火気法について説明していきましょう。火のエネルギーをいただくにはどのようなことをすればよろしいでしょうか。境内で太陽の日差しを浴びるということが火のエネルギーをいただく方法です。境内にはこのようなベンチがあると思います。こちらに座っていただいて、リラックスした状態でゆっくりと太陽の日差しを感じてください。何かこうした方がいいとかっていう、所作とかそういうのはないんですか。特に所作はないですけども、この火のエネルギーを全身で吸収しているというイメージを持つことが大事です。でも雨降ってたりですとか曇ってる場合ってこの方法できないですよね。そうですね、そういう時はこのような白い紙に自分で願い事を書いてですね、白い封筒に入れていただいて神社のお竹箱に出しましょう。そこで火のエネルギーが司る、はい、ということになります。はい、神社とかね、お寺に参拝する日天気悪いなと思ったら願い事を書いた紙ね、用意しておくといいですね。でお寺にはよくありますけど、ろうそくを灯したりですとか、お線香をお供えするっていうのもやっぱりいいですよね。もちろんです。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、火気法を行うことでどのようなご利益が得られそうでしょうか。火は暗闇を照らし、その燃え盛る様子から繁栄や行動を意味しますので、仕事運や処分増大のご利益が期待できます。受験生の合格祈願にも効果的ですので、ぜひお試しください。次に土のエネルギーを取り入れる方法であります土器法について説明していきましょう。土のエネルギーをいただける代表的な方法は、このような境内の土やお砂ですね、それを一つまみいただいてください。はい、いただいたお砂や土をティッシュペーパーでくるんだり、ポチ袋に入れて持ち帰ってください。さっきお話しした小枝と同じように、人が歩いてないところがいいですよね。はい、もちろんです。こういった御神木の根元とかですね、そういうところのお砂を一つまみいただいてください。はい、そこでしたらですね、踏まれている心配もなくて安心ですね。はい、このように一つまみいただいて持ち帰り、神棚やお仏壇にお祭りください。もし神棚や仏壇がない場合は、目線より高いところにお祭りください。持って帰る土ってちょこっとでいいんですよね。はい、もちろん、一つまみで十分です。はい、この土のエネルギーは非常に強いです。はいはい、なぜかというと、この神社を支えている、この御神木を支えているというエネルギーがありますので、ほんの一つまみにしてください。はいはい、中にはですね、大量に持って帰るという人がいるみたいですけど、はい、裏山の方でね、穴ぼこがボコボコ開いてる、神社がございましたので、ああいう行為は、やらないようにしてください。そうですね、神様が住んでらっしゃる場所ですからね、はい、そこを傷つける行為は開運行動ではないですね。開運行動ではありません。もちろんです、はい、失礼に当たります。はい、皆さんもお気をつけください。でまたね、こういう人が仮にいたとしても、あまり近づかないようにした方がいいですよね。そういう人たちはマイナスのエネルギーを持ってますんでね、近づかないことがもう絶対です。はい、見つけても神主さんとかにこっそりねお伝えするぐらいがいいですね。そうですね。あと土のエネルギーをいただくのに、大地や岩に触れるっていうのもいいですよね。もちろんです。ご神木の時と同じように、岩や土に触れることで大地のエネルギーを、感じ取ってください。はい、はい、ありがとうございます。土器を行うことで得られるご利益はどういったものでしょうか。大地には皆の土台となるエネルギーや植物などを育むエネルギーが備わっていることから、対人運や家庭運、健康運のご利益が期待できます。いいご縁を求めている人にはおすすめの開運法となりますよ。次に金のエネルギーを取れる方法であります金気法について説明していきましょう。金のエネルギーをいただく方法とは、金属や鉱物に願いを込めることです。はい、一番分かりやすい方法はお賽銭を入れることですね。はい、お賽銭にしっかり願いを込めて投げ入れるのではなくて、優しく入れてください。お賽銭って5円と5円の語呂合わせから5円玉を使われる方多いと思うんですけれども、はい、先生は普段お賽銭っていくら入れてらっしゃるんですか。はい、私は25円、入れるようにしております。はい、こだわりがあるんですか。はい、この25円は225円という意味があって、語呂合わせですね、これも。でもいいこだわりですね。はい、はい、で私もちょっと神主さんにねお話お伺いしたんですけれども、はい、お賽銭の額はお気持ちなんでいくらでもいいそうですよね。はい、そうですね、そう言われております。ただなんか音が鳴らない方がいいそうですね。はい、お札のことですよね。そうですね、はい、皆さんもね、お財布に余裕があれば紙のお賽銭をよろしくお願いいたします。お願いします。
あとお寺のご住職さんからお聞きした話ですけれども、一円玉はやめていただきたいということだそうですね。あ、はい、一円玉はアルミでできているので、はい、雨に濡れたりすると腐食して腐ってしまうんですね、はいはい、その腐った一円玉が賽銭箱を傷つけてしまう、はい、ということになりますのでご遠慮ください。あとお賽銭を木の皮の間とか、まあ、本殿の隙間に差し込む人いますけれども、これはやっぱりご神木を、ね、傷つけてしまったりですとか本殿傷つけてしまうので良くないですよね。はい、良くないですね。ご神木というのは神様の体の一部というふうに考えてください、はい、その体の一部に、木を差し込むというイメージは爪の中に、お賽銭ですね、五円玉を差し込んでるイメージですよね。そんなことしてるとね、まあ、せっかく神社に来たのにご利益いただけなさそうですよね、はい、神聖な場所を傷つける行為は開運行動ではなくただの迷惑行為となりますんでね、そちらはやめていただきたいと思いますね、はい、お賽銭はお賽銭箱にですね、これは守っていただきましょう。はい、その通りです、はい、他にも金のエネルギーをいただく方法ってありますでしょうか。もう一つあるんですね、はい、このような水晶玉や、はい、パワーストーンブレスレットに、はい、この土地のエネルギーを込めたものを持ち帰ってほしいんですね、はい、やり方ですけども、はい、神社にある金物ですね、はいはい、こちらを触れていただきます、はいはい、もう片手には水晶玉ですね、はい、こちらを握ってもらいます、はい、自分の体を通してですけども、こちらに金のエネルギーが移りますので、はい、で移りましたらこれを持ち帰って、お守りとして持ち歩いてください。はい、ありがとうございます。金気法をすることで得られるご利益っていうのはやっぱり金運や財運ですね、はいはい、またお賽銭のご利益から良縁も期待できますね。最後にですね、水のエネルギーを取り入れる方法であります水気法について説明していきましょう、はい、水のエネルギーを、ね、取り入れる方法は分かりやすいですよね。そうですね、この水に触れるということが大事です、はい、皆さん神社に来たらまず手水で水触りますよね。そうですね、まあ、お清めをしますね、はい、そこで水に触った時に水のエネルギーを吸収するイメージを持ってください。あと境内に池とか川があったらそういったところを眺めるというのもいい方法なんですかね。もちろんです、うん、そちらを眺めるのもいいんですけども、うん、ただ私が一番勧めているのは御神水をいただくことです。御神水というと、まあ、神社の境内から出ている湧き水や井戸の水を言いますよね、うんうん、でも御神水いただけるところってあんまり多くないですよね。そうなんですけど、ちょっとこちら待ってもらっていいですか。はいはい、皆さんこちら高橋神社さんでここで御神水がいただけるようになってるんですね、はいはい、でこの御神水は地下から汲み上げている井戸水になりますので、口に含んだりペットボトルに入れてですね、はい、持ち帰って飲んでもらって結構です。はい、まあ、持って帰ったね、あの御神水は、まあ、煮沸して飲んだりで、古くなってきましたらトイレですとか台所の水回りに流して、まあ、それをお清めするっていうのを使っていただければと思いますね。はい、で私たちの人間の体の 60% は、まあ、水でできていますので、この水のエネルギーっていうのはやっぱりとても重要な要素になりますよね。はい、そうですね、水のエネルギーは非常に強力で体内の悪い気を浄化してくれたり運気の底上げが期待できます。やり方はシンプルなんですけど、とても強いエネルギーがいただける方法なんですね。皆さんもね、お水取りという言葉は聞いたことあるかもしれませんけれども、これは御神水や御霊水をいただきに行く行為のことなんですよね。はい、そうです。ただ水のエネルギーだけいただくっていうのは実はあまり良くないんですよね。はい、その通りです。風水五行法はバランスがとても大事なんです。お水取りだけして帰ったり、金運を上げたいからといって金気法だけ行ってもバランスが悪く、逆に運気が低下してしまうかもしれないんですよ。確かにお水取りをやったことある、じゃあお砂はって聞くとやってませんっていう方結構いらっしゃいますもんね。はい、木火土金水の5つの要素を取り入れることが大事なんですね。その上で仕事運をもっと上げたいのであれば、火気法をしっかり行う、いい人と巡り会いたいと思うのであれば土気法を時間をかけて行うというように、自分の目的に合わせて開運法にかける時間やこだわりを変えるといいでしょう。皆さんもですね、風水五行法を実践して大きなご利益を手に入れてください。